知り合ってですね、まだ大学生でしたんで27、8年前になりますかね。あっという間にこういうことになってしまいました。僕がプロのジムを作って、鈴木会長がアマチュアジムを作って、当時のことも鮮明に覚えてますけどね、すごい気が短くて苦労した覚えもあります。今日はそういうことを忘れて一緒に飲みたいと思います。17周年おめでとうございます。乾杯。よくあるのが膝を落とすとかっていうような表現っていうのがあるんですけど、それも間違ってはないと思うんですけど、どうしてもなんか膝を落とすっていうことをやってしまうと、スタンスがね、結構ね、そうなって広くなって、広くなればなるほど結構こっちの外側にね、力が入りやすくなるので、僕あんまりなんか表現としてあんまりなんか好きではないんですね。だからどっちかっていうと、股関節をしっかり折りたたんで、腰を落とすっていう表現の方が、膝を曲げるとか落とすっていうよりかは、なんか身体操作的にはなんかしっくりくる言語表現かなというふうに思いますので、腰を落とす、股関節をしっかり折りたたむっていうのをイメージして、ガードの練習とかをしてもらえたらいいかなと思います。以上です。